さあ入れられるか。まずはケネディ、ケネディのスリーだ、決まった。72対72。タフショットですよね。ミック選手もすごいけど、まあ田代もちゃんと手も上げてたし、かなりタフショットだったのかなって、まあ、しょうがないな。これ以上前に行ったらファウルになるし、それが一番、まあ、嫌な状況というか、まあ、チーム的にも、まあ、全力というか、その、一番いい形で、まあ、シュートを出したのかなっていうふうに思ってます。まあ4秒でしたし、多分ピックアンドロール使ってパスをすると、まあ、ギリギリなシュートいければいけないけど終わってしまう可能性もあるし、まあもう本当に時間的には僕がピックアンドロール使って、もちろん状況判断の問題なんですけど、打てることが、まあ優先だ。まあ、そのためにどうやってやっぱいいシュートを打つかっていうのを冷静にこう考えるようにこうボールを持った時はなってました。シュートを落として、あ、落としてしまったっていうのと、ジャックがそういう、まさかあそこで、あの場面でああいうシュートを、タフなシュートをジャックにねじ込んでくるっていうのも、想像もしてなかったから、あそこでジャックが決めたことに対しても、何が起きたのか、自分でも、で多分自分だけ、みんなうわーってなってたけど、自分だけ多分、え?みたいな感じになってたと思うんですけど、まあ、なんかそういう、気持ち、何が起きてるのか、なんかこう、時間内にジャック決めてるのか決めてないのかっていうのも、えって思いながら、まあでも意外に冷静だったっていうのは、でもまあ本当に、ジャックには、すごい、まあいろんな場面で助けてもらってますし、なんかやっぱり、ジャックの本当の凄さというか、感じた一試合だったかなと思います。Before you shot, I was confident Nari was going to make it. He's a good player. He's extremely clutch, and I always have faith in him. I didn't really think I was going to need to do anything. Honestly, I have the utmost confidence in my point guard. Last shot. I felt really good. All that's always fun, and you know it's glad to be able to help Nari, because I know he wouldn't sleep if we would have lost, and he plays so hard that I'm glad I was able to make that and help us win. During the interview, I just said how excited I was. I mean, Nari played so hard that game, and I'm glad I was able to help him to score the last basket to help him win, because I know he felt so bad if he missed it and we lost. So I'm just glad I was able to help my teammates, and like I said, I didn't play well that game, but we played just well enough, and at the end, I was able to help us win, and I was really proud of that. まあ本当にジャックがそこで、まあ自分のためにもっていうふうに思ってくれて、最後の本当にあれもこれもグザービーターみたいなもんで、もうグザービーターこうやってくれたっていう、まあチームのためにも、まあ僕のこの、まあ、メンタル的なことに関してもこう。持ってくれてたのがすごい、なんていうんですか、もっとこうジャックとのこの関係が深まったなと思ったんですね。まあそのフリースローに立つまでのこの、まあ、試合状況というか、まあジャック以外にも、まあ、いろんな周りにチームメイトに助けられて、まあ、最後こう
自分のオプションを作ってもらって、まあ、ファウルまでたどり着いたっていうのが、まあ、そこまでがまずあのチームメイトに支えられて、あそこまであのファウルをもらえたっていう思いと、まあ、そこからこう任されたにもかかわらず、まあ、シュートを落とし、勝負のボールを落としてしまった。で、そこからジャックがこうまた救ってくれたっていう、なんか最後最後までみんなに助けられたなっていう印象は大きいです。まあ、チーム力という意味ではチーム一丸、本当に逆境というものを乗り越えてきて掴んだ7連勝。琉球ゴールデンキングス、田代並里、三原クーリー、そして奥には今村か、入れました。残り3秒、並里一家、並里のジャンプシュート、並里成人が決めました。あ、来ましたね。これが B リーグのファンタジスタ。バスケットの普通の一生よりもすごい僕は大きく感じて、まあもちろんあの時は、まあ、やってやったぞ的な感じの、まあ、僕の中でそのぐらいの強い気持ちのシュートを打ったんで、まあ、そこの気持ちが強かったのと、やっぱりああやって、まあ、チームメイトがこう一緒に喜んでくれるっていうのが何よりやっぱ嬉しかったですね。あそこはやっぱりスポーツの魅力なのかなって思ったり、あそこで、まあ、またああいうあの雰囲気の良さだったり、みんなが本当に嬉しい思いをして、あのやこう喜んでる姿っていうのはやっぱりテレビからでも伝わりますし、会場にいた人はなおさら伝わると思うので、そのチームメイトがやっぱこう来てくれたのが何よりこう、あ、チームで戦ってるんだなっていうなんか感じにはなりました。まあ、この怪我人の選手も、あの、なんていうんですか、怪我したくてしたわけでもないですし、もちろん出たい気持ちはある中で、だけどやっぱり、勝負事はやっぱり言い訳できないという、その、やっぱ勝ちにこだわりたい、やっぱり4人が抜けたからといって、あの、まあ、だから負けたよねっていうのは、やっぱり、まあ、キングスとしても、まあ、望んでないのかなっていうふうに思ってましたし、まあ、僕自身も、まあ、そこで、あの、そういう言い訳をせずに、本当に勝ちに行くために、よりやっぱり気持ちは入りました。バスケット以上のことをすごい、こう、僕は考えるんですよ。ああいうセット状態とか、やっぱりあの、まあ、今こういうシーズンで、まあ、まあ、ですか、異例なシーズンになってて、あの、まあ、会場に来たくても来れないっていう、まあ、お客さんだったりファンの皆さんもいると思うので、どのぐらいの人が見てて、どのぐらいの思いがこうあって、もちろん自分がボールをキャッチしたのもそうですし、このボールにはどのぐらいの人が入ってほしいと願ってるっていうのが、すごい自分の中ではそういうふうにあえて捉えてる、なんかそういう、まあ、ボールをもちろんキャッチした時にキャッチする前にこうやっぱそういうのをこう想像して、まあ本当にあの人生の中では小さいスポーツだけど、やっぱり力のある競技だな。バスケットは奥深い、いくらでも成長するとか、まあ、それを見つけるために、まあ、バスケット人生で僕はやってるので、本番の自分が、まあ、楽しみです。入れました。残り3秒、並里一家、並里のジャンプシュート、並里成人が決めました。あ、来ましたね。これが B リーグのファンタジスター。